山広のピカイチラジオ皆さんこんばんは、山広です。こんばんは、吉本新喜劇のスッチーです。こんばんは、アナウンサーの古川恵子です。こういう形でのスタートってのは、久しぶりですね。そうですね。10時きっちりから。はい。プロ野球のね、中継がありませんから。はい。うわー。はい。早いですね。よ。10月になりましたんで、こんな日が増えていくかな。しばらくは、このパターンですね。はい。い。そして、もう一つは、 ププブブブ。<laughs> そう,そう今日は今日はトランペットから始まらなかったですね。ええ、あのー、今日はねあのトランペット持ってきてませんし今週はもうほとんどね吹けなかったんですよ。それはサボってたということではなくあのね唇のね上と下にねヘルペスできてね今ようやくねちょっと治りかけでしょう。あ本マヤン。もうね一番ねマウスピースが当たるとこですわ。<laughs> なんでこんなね <laughs> あの楽しみまで奪うかっていうね <laughs> 楽しみまでって <laughs> それは練習いやあの練習しすぎて,あのすぎてあの要はヘルペスは中からのもんですからあそうだね変、はい、なもんもうたわけでなく <laughs> あのずっと持ってるんですよねヘルペスってうちのなると、うん、あの収まっても、うん また疲れたりしたらこうベッド出てくる。出てきおるんですね。中から疲れたということはそれだけハードやったということです。あの今週から日一日のスケジュールだけでも聞いたらもう大変ですよね。大阪の人身起撃が始まりましたので、はい。で祇園花月の出番ももう始まってるんですね。じゃあ京都に行って大阪の花月とでその合間に今日は実は ええ、すみさんと一緒に、僕も出てましたけど。特番を、テレビの特番を一個こなして。で、また、一体ことでしょそうです。そうです。サンドイッチしたってことでしょう。そうなんですよ。はい。これで最後に、この番組。はい。いや、ほん帝国でよかったですわ。ん?。帝国に始まってよかったです。はい。あ、そう?。はいや、だって。 遅い入りやったからいやもうあのね、あのー、何時までなんねやろうなっていうのが一番こう気持ちがねああ<ー>、はい、帝国やからあとりあえずもうこの時間には終わるぞっていうのが分かってましたからちょっと、あのー、大阪のじ人身喜劇の後半のふっと自分があの気持ち抜けるシーンがあるんですね、うん、どっかでちょっと休める、はいええ、そ,そこであああともうちょっとで。 えー、ラジオも10時からやしはいは <laughs> いそんなことを考える余裕があるんですか舞台の上で <laughs>、はいはい、ちょっとあの着替えたりとかするシーンがあるのではは、はい、もうあここはいけるわみたいなは,<ー>はいじゃあまあ10時から始まったから、はい、11時半で仕事は終わりますよ、うんはい、終わりや思てもう早く終わりたいはい <laughs> <laughs> いやいやその <laughs> もうパンと終わりたいじゃないですよ楽しくねやってのお仕事させていただいて みたいなそんだけ働いたらどんな感じですかいやこんだけ働いても、うん、あんまり、あのー、入ってけえへんって言いなさんなってそれを。<laughs> その先に見えてるじゃないですか。今はあの試されてると思ってます。そうですそうですそうです。もう頑張っていこうと思って。でね、その頑張るというその一つのまあ何だろう、マインドに持って行ってくれるのは家族ですよ。そうですね。卒には、もう新聞報道でもご存知の方も多いと思いますけれども、スッチーに第二子誕生でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。 初日、わあ、可愛らしい花、ありがとうございます。うわ、お花をご用意させていただき、ウサギちゃんとあとはこれは熊ちゃん、の生き物かな。はい、わあ、りがとうございます。可愛いのいただきまして、え可愛い。これはこの可愛らしい花束はカワピーのチョイスですか。 なことないわなランチャー、ありがとうございます。おめでとうございます。ちょうどねあの大阪の人身喜劇の初日にね生まれたんですよ。えっと10月の1日、水曜日とといですね。はい。でも10月が僕新喜劇入った年なんあの月なのでちょうどあの7年ちょうど丸7年になるんですよ。そうなんや。はい。であの入った年に 最初の子が生まれてで座長になった年に二人目が生まれるというなんかこうねあの巡り合わせあるんですねきっちり10月1日に生まれありがたいですねえっと女の子ですですからお一人目も女の子ですかね。ね二人目の女の子もう分かってたのそれは女の子っていうのは分かってましたで僕も女の子欲しいなと思ったんでそうですか 男の子よりか僕はもうどっちかというと女の子、うん、2> もう女2人でええわと思ったんでえでもさいろいろ心配するんちゃうすっ心配はねうもあありますねだからもう今から門限はどうしようかとか、えー、あとう、はいはい、こういう服装はしたらあかんよとかいうルールを作らなとかねーーいうるさそうやな、うん、はいいろいろ考えてますよ <laughs> なんやろねあのーうん 吉本新喜劇の座長さんってあの小籔くんと一緒に特番の仕事を許してたんですけど彼も常にそういうマインドですや小部さんはもっともっとですねほんまにその辺がほんまにすごいよね何かあったらそういうことをきっちりと子供に伝えてとか子供に伝えるために僕はこれをやってるんですいやすごいですよ徹底されてますねはい そそちもううなるでそうなるるででんすかねいやいやもうそら小籔さんに比べたらまだまだねそこまでは徹底できてないと思いますけどいやだけどしつけにしても、はい、何にしてもうるさそうやでうまあでもねうちの場合は、はあ、完全に主導権が奥さんなのでなるほど僕が言うまあとりあえず僕は一旦意見は出しますけども「うん、あかん!」って言われてもすぐ引っ込みます。<laughs> はい、そでかい うんこうするべきちゃうかあかんもう思っらもう一人目の子供もね小学校1年生ですから一後前にもうお母さんと一緒の意見をね乗っかって言うてくるんでまあ女の子はね割とそういうのは、すぐもう撤回します「わかりました」っつってまあでもあれですよ古川さんの方もそうでしょ奥さん古川さんの方が主導権取ってるんでしょうまあそういうことですね間違いなくそうですよね間違いなくそうですねその方がいいです絶対そうですよね へこへこしてる方がいいです。旦那へいへい言うて、へこへこしてるところの方が。家庭は平和です。あ、なるほどね。え、その、あの、誕生した、え、二人目の女の子は。名前はまだですから、もう決まってます。あの、このえちゃんって言います。もう決めてたの。はい。このえちゃん。なるほど。 うちねあの奥さんが「笑う」という漢字を入れたいとはい奥さんなんですか笑うを選ばれはいそうなんですよで一人目も「笑みほ」っつってね笑って歩く「笑みほ」ちゃんで二人目は「好む」という字「好き」という字で笑うはいこのえちゃんさっ「き好き」という字で笑あでこのえそうそうえあの 「笑う」という字を入れるのほな分かったえとその代わり決めさせてほしいなと思って僕はいろいろ「笑う」という字を入れて「エミリー」とか「どうかな」とか「エミーな」とか「どうやろうか」とかいろいろ言ってたんですけど「いや最初の子がエミーが最初につくっつと」で2人目も「エミーが最初についたらんか「エミエミ」みたいな感じで「なんか嫌やん」って言われて「え何それ?」みたいなだから「あとにつく方がええ」って言われて「ああそうでっか」みたいなんで。はい で後につくのも僕いろいろ出したんですけど結局僕の意見は採用されずに。<laughs> はい もうねもう言いなりですよ奥さんのはいなるほどなるほどでもすごく意味のあるいいお名前ですよね笑って歩く笑うのが好きはいねアナウンサー永瀬ですけどね読めないじゃないパッと読めない最近の子どもの名前そうすごいですよね読めないですよはいいやだからそこまでは行ったらあかんなといわゆるキラキラネームまではいかん方がええとはい よしえとは読まれそうですけどまあまあまだ全くわからないわけじゃない二で2個目3個目ぐらいには答え出てきそうなもう一切答えが出えへんみたいなものねやめとこうと思いますありますからねたまに昔はニュースの原稿なんかもみんな手書きやったんですだからそんなに難しい感じとかそういうのもあんまり記者もすぐささっと書けないじゃないですか。ら ああそ,うそうですね、はい、だからこういう名前の分かりにくいっていうのは、うんうん、これ恥ずかしくないじゃないですか、はい、確認すりゃいいけど、はい、難しい感じで読めないってなったら恥ずかしいですから。ああ分かりますわ、えーねえ 台本とかかででももう読めないやつあありますらるしょ特にあの昔の作家さんとかはもうやばいやばいみたいなで本読みの時に詰まるとあこいつ本読みの時まで一回も名刀してなかったなってバレるんですよ。なのでちゃんと事前に見てわからんやつはちょっと調べてとか事前にねねあのそれでもう一つね今日番組特番来てくれたでしょはい まあ、あんまり番組の内容を言うとあかんけれどもスミさんが中心になってね、はいえー、関西最強アルバムを作ろうと、ねうん、関西にちなんだ曲で、はいえー、もうみんなでこ「あれだでもないこれを入れろ、ね、これは違うやろ」いうので作っていったんですけど「大阪の歌を入れよう」みたいなねスッチーと松浦君が間に途中来てくれるいう設定やったりいうか段取りやったり その前にね、これぐらい言ってええから、最強アルバムに入れる曲の中の1曲が、吉本新喜劇の、あの、パンバカパン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 パれパンパをパンっあれや。あれ、あの曲入れようかどうしようか言て、あれって誰の曲か知ってるあれね、なんか、えーとね、外国の。 なななんんんですか。要はそのなんやろトランペットや何やのそうねその通りその通りそうですよねみんな知らんかってほんで父松村さんが父松村さんやなあの調べてきはってほんしたら1918年の曲やって1 0百年ぐらい前のえっとピー・ウィー・ハントっていう人の「サンバディ・ストール・マイ・ガール」 はあ、そういう名前なんですか。誰かが私の彼女を奪ったっていう。全然そんな感じしませんけど。誰かが私の彼女を奪った。新喜劇でようありそうな設定ですけどね。でしょはい。だから、それをもう、分かって。その設定をもうイメージして。これが。選曲されたのか。どうかを僕は知りませんけれども。 とにかくこれれが採用されてるというあ,あんな音じゃないでしょほほんかほんわわかじゃないで,すよ、ね、えでも原曲まあまあほぼ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 <ー>要するにトランペットも、はい、でこのピー・ウィー・ハントさんっていうのはトロンボーン奏者なんですけどスッチーが最近始めたトランペットの小音ミュートをするあれを入れて音にしてるんですよその原曲も。

ギターやらそのトロンボーンやらトランペットでねサックスもおるんですけど本かパッパータイっていうんですけどそのころは劇場の下でそれをね演奏したりしてるんですよああもうすでにはいだからあの外国のって知ってたはいみんな知らんかったオリジナルと思ってましたオリジナルでひょっとしたら「北太郎さんか」とかそうそうそう確かにそういうイメージですよね ほんまた木田太郎さんやったら採用せえへんってスミさんがまた分からんこと言いましたね。なんでなんでやねんなというので盛り上がったりしてたんですよ。その後スッチーたちがわーっとなだれ込んでくるというまた本番見てください。これがどうなったのか。楽しみですね。ということでございましていろんなことありました。いろんなことが赤ちゃん見に行けてます行けてます行けてます。もう夜に生駒に帰って朝、 一番で赤ちゃん見てから祇園、うんえー、に行ってという <laughs> 忙しい、はい、えどっちにいてんのえー、まああのんでしょうね生まれた時の顔はほんまに、あのー、一番最初の子供とよう似てるんで<ー>多分でまあ奥さんにかな<ー>はいそうなんや、はい、へえまあな、ね、女の子って僕授かったことないから。 どう接していいか、分からへん。あ、そうなんですか。自分ら、もう一人女の子いるから。ね、あれでしょうけど。いや、もう、女の子は、もう、はや、から、女ですよ。はや、もう、すぐに女です。おしゃま。はい。うまいことね。嘘泣きできますもんね。早いうちから。嘘泣きするもん。早うそのもの、こう、てもらう時の、このね、テクニック。はい。ちょっと、こう、太もものとこ、ギュッと、こう、やる。あの、テクニック。 こうだろうかってなりますもん。<laughs> なるほどね。はい、やっぱり男の子にはないその可愛らしさとかね、はいうん、あるんでしょうね。もう手放しで可愛いですもんもう。あそうなんや、ね。<ー>男はダメやねそういうところはこう、はい、親の気をの引き方が下手やよね。はい、男の子っていうのはね。いや何でも言うこと聞きます。僕ね基本ね腕に物なんかままかないんですよ。うん、でゴムのねちょっと今ねあのカラフルな なんてんていうですかねこれミサンガでもないですけど輪ゴムのカラフルなんで作ったやつをつけてるんですけどこんなん、はい、一切つけなかったんですけどこれ今子供の中で流行ってるんですってファンルームって言ってる、ね、うですか<む>ファンルームなんかね釘みたいなパチンコの台みたいなのがっとあって、はいうん、そこにゴム引っ掛けて,掛けてそれをこうなんか針針でこうやって編んでいくんですよ、えー、編んでいくとこういうねアクセサリーみたいなのできるんですけど、うん、これを僕のために作ったと。 はあ、でも好きな色合いやろ」って言うんですよ <laughs> うきな色湯判」ううん今んと「しゃーない」じゃないですか僕そんなピンクとか紫好きじゃないんですけど「好きな色合いやろ」違うとは言われホンマやなー言うてほんならやっぱりもうつけんとね、うん、はいつけなしゃーないというかでまあまあチェックするんですよ女の子ってつけてるかどうかっていうのがねカバンの中とかにいろいろキーホルダーとかもつけてくるんですけど、うん、もう たまに帰った時にパッと見て、あつけてるなとか言うんで。いはい、だからもう。<laughs> こんなんもつけれるようになりましたもん。だから、あれなんだ、ずっとつけてるわけずっとつけてるんですよ。ええ年して。ええ年して。ええ年して長いですよね。ええ年してなんか、ね、で、それ理由聞かへんかったら、なんでそういうんでけなんすどなんでそんな色なんと思うでしょう、<ー>はい。もうそこにはもう大変。だから、うん、あのー、世のね、お父さん方ってそんな人結構いると思いますよ。はい,はいはい。なんでそんなストラップつけてんのとか。<ー>はい。そういうの大概、お子さんが。 つけてってので、ね、も女の子ねそういは男の子あんまり言わへんからなるほどなええ、はい、いやいや。 もうそれあの腕にはめてるだけでもわかりますよ。どんだけ出来合いしてるかって。そういうお子さんがもう一人ね誕生したということでリスト頑張らんとなという。ありがとうございました。ありがとうございます。さあこの音が鳴りましてスッチーのこれどやねんのコーナーです。そんな忙しいとは知りつつ今日もこのコーナーをやってもらいましょう。吉本新喜劇の新座長スッチーさんがこれどやねんと思っていることをリスナーの皆さんにも聞いてみようというコーナーです。今日は何が気になる余裕 がありましたかあのね、はい、あの難波グランド花月の出番の時っていうのはほんまにあの、はい、僕黒門市場の近所なんで、うん、ほんまもう自転車乗ったら,2分ぐらいででちゃうんですよね、うん、だそんなにその街の風景を見ながら、うん、いろいろ考えることはないんですけども、うん、やっぱ祇園花月なので僕は京阪に乗っていくんですけど、うん、まあ電車の中でもそうですし、うん、駅降りてから祇園花月までの道のりもそうなんですけど。うん やっぱりこう若い子の格好ってっ気になるんですよね、はあ、で今日もやっぱりもうワイトナしたんやとえ,えなんかのライブでも出るの、うん、何者ですかっていうような女の子の格好とか見るんですよ、はあ、もうなんやろうもう父半分出しとるやんかみたいな、はいはあ、大胆な大胆なはいほんでもう階段上がる時もこれ見ろっていうことかな っていうぐらいの短さのスカートであったりとか、うん、ね。あるんですよ。でもななに考えてんやろ。この若い子はとかかっこあろないんかな？とかこんな格好して思うんですね。で思ってたんですけど、うんうん、ようよう考えたら自分もまあまあ格好悪いことはしてたな。というかかっこにしろ何にしろだから、その女の子たちにしても。うん それええと,、ね、と思ってやってるでしょ、うん、で振り返ったらええと思ってやってたけどめっちゃ恥ずかしいなっていうのあるんですよ今にして思えな、はい僕19とか二十歳ぐらいの時に乗ってた車の10席に、うんうん、あのダッシュボードっていうんですか、うん、あそこに指定席ってくる箱ある <laughs> えっ、ー あのあそういうねシールとかステッカーとかーねなんかちょっとしたプレートですわははははいはいはい、はいね指定席みたいな要はその彼女ははいはい乗、はい、せるね,ためのねここ指定席ですよとかほんでもう車のそのシガライターから取るアクセサリーもねあのー、なんていうんですかこうなんかもう。 光,光ファイバーあ光ファ,バーあたファイバーの花みたいなやつあった,あったあのちょうどね灰皿の横にね <laughs> そうなんですよあね、はい、あの灰を落とさずに済むとかって言って、はい、<laughs> で光ファイバーの花がオレンジなったり青なったり <laughs> 紫なったりっていうやつつけたりねあ,たあん時あれめっちゃええ思ってつけたんですけど、うん 今見たらもう死ぬほど恥ずかしいと思うんですよ。<laughs> そういや今やってる子ってあんまりいないでしょう。で,ねね、でも流行ったよね確かに。いや僕はその指定席で貼ったことないけど、はい、あれね例えばそのまあ、付き合ってること別れるとするじゃないですか。で、はい、次女の子をまあ、付き合うとするじゃないですか。だ、はい、か言われるやろ。えだからもう剥がしますよ。<laughs> あ ペロッとペロッと剥がしますよ。付き合いが終わった段階で、ねはい、もうバン剥がして、あ<ー>であのー、シール剥がし剤みたいなんであとちょっと残るから、ね、って <laughs>、うん、でも。 プラスチックやからちょっっと変にしろなて剥がし剤見たら「プラスチックとかには使用しないでください」とか書いてて「しもた!」とか言いながらいやほんまもう自転車もそうです自転車のハンドルね上にぐにゅう曲げてあったなあオートバイのハーレーみたいな感じにしたりとかほんでチェーンカバーのところにね 自転車ですよ自転車やのにあホンダって貼ってみたね。あれ何がえ思ってやってたんやろう。いやあのねその時の精一杯なんですよきっとそう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 なんかやりたいねん背伸びしてね。ちょっとおもろいって思ってたんですねそれがねいいと思ってたからやったんですよよくね ジジャンンプととかかマガジンとかそういういね、うん、あの雑誌の一番後ろのページに、うん、あのなんか通販みたいなページが、はい、ありました。あ,りましたあそこに貼ってるあのイギリスとかの,あの国旗とかの、はい、なんていうんですかあの布、うん、あんなんとかあとハワイの,あの絵なんですけど、うん、夜になったら。

ニューヨークの街並みとか橋とかね光るやつとかでもそれ今でもちょっと欲しいなあそうなそんな好きな光るのいいですね光るやつはほんまにそのところ後ろからまた光ファイバーで撮っていきす光イバーねへえいやあれ何がええ表買うたんやろう思いますもんすやねあの アイイドルのポスタターとかを貼ってたたプあ貼りました僕香さへえ何やったかなどっかのキャンペーンがあるみたいな CM 出てはったんですねほ、うん、んで、あのー、化粧品屋さんってそんなん貼ってるじゃないですか貼ってる貼ってるほんでもらいに行ったんですよ「ください」うんうん、ほんなら、あのー「ムースを買うてくれたら」みたいな今思えばこれええんかっていうような <laughs> あのその店の人との交渉でああだから、うん 本来はそれは、はい、私もんじゃないんまあもんじゃないんでしょうね、うん、で僕初めてムース買ったんは浅香祐一さんのポスターが欲しいからですわへえーうん、アイドルねはー ポスターぐらいでしたねアイドルのポスターは貼った覚えはないなマジっすか内田有紀さんも貼ってたなうさん貼ってんなコスモ石油のねキャンギャルやってた時の内田有紀さんのポスターめっちゃ可愛いんですよ男の人はね男の人とか男の子はねよくみんな貼ったもんですけど天井天井じゃなくにも貼ったんですけど天井のはへらってなるんですよど落ちてくるやろで押しピンがほんまにデコにねパン当たったことある 危ない危ない刺さなんでよかったないうことだから天井はもうちょっとだけやってもすぐやめましたなるほどねもうほんまそれこそねあのありましたやジュリーいうやつあああのえっとリンリンさんがね澤田健二さんのポスターに向かって中腰になって「ジュリー」はい。 ってやつねほんま僕朝香優さんに行ってくるでみたいなこと言ってから可愛い,いよねでもそういう時期ってねい,いやでもほんまあのー、今思えばかっこ悪いことしてたなというのは僕はね、あのー、あれですわ前も言ったかもしれないですけどあのバンドやってる時にカーリーヘアにしてたんですえ嘘でしょ <laughs> ほんま嘘はつきなさいそれほんまカーリーヘアやって <え>もうだからあの昔の鶴瓶さんとか井上陽水さんとか、はい、まあミッシェル・ポルナレフとかそういうグワッとでかい頭にしててパーマ当ててたんですか、うん、原田真二さんが出てきたはい。そういうのをちょっと気取って、はい、ミュージシャンやったらやっぱりこれぐらいやるとこうみたいなんでカーリーヘアにしてたんですよ<ー>で、まあ、社会人になって 結婚してたまにに実家に帰るじゃないですか、はい、でその当時の自分の部屋を掃除してたら写真が出てきて、うん、やっぱりねなんでこんなんしてたんやろって思うもん <laughs> はあ、今からもう全然想像つかないよ、ね、<laughs> まあまあそうやな <laughs> あの昔ここは陸地だったんだよって言われてるようなええー、でしょ <laughs> <laughs> 言われてるような感覚です今まあね嘘だーっつってほんまそうやって。<laughs> あれはちょっとかっこ悪かったかなと思うでもあの当時結構いたよあのー、ちょうどねえー、っと「クリスタルキング」のね高い方の声出る人がねそんな髪型でしたあそうですね,ねででだからいつの時代もちょっと最先端いくと、うん、何年かしたらめっちゃかっこ悪いですよねでさっきのスッチーのその,あの電車の中の女の子やないけれど、はいはい、こうなんやライブでもやんのかみたいなね、はい、でそれも 一番最初にやったライブが高校時代かな、はいえー、貝塚の公開堂やったと思うんですけど <laughs> であの服気になるじゃないですか、はい、でそのライブが迫ってきてあシャツはこれ着ようと思って、はい、シャツだけまず買いましたであっ先生これだけじゃあかんなとパンツも欲しいなと思って、うん、パンツも買いました。うん、なぜか両方ともグレーやってん <laughs> ほう めっちゃダッサいねそれその時は息切ってベースかなんか弾いててんけど上下グレー上下グレーで何にもよくないねネズミみたいやねんもやほんまネズミやあの写真はもう捨てた置いときましょうよこういう時に楽しめたのにもうほんま消し去りたいという消し去りたいもうそういう過去を全部消し去りたいもう思い出しただけでうわ恥ずかしいってなるなるめっちゃ今にして思えば かこ悪いととしてたなとあとかまあちょっとかっこ悪いぐらいでも流行ってたら一応乗っかっとこうとかね思いましたけど、ね、古川さんは何やろう恥ずかしいバブルの頃は踊ってたんでしょボディコン着てましたねだって売ってる服に足してましたから。 買うに売ってる服もすでにうっすら入ってるんですけどそれが薄いから「っ」て言ってお店の人に「倍ぐらいに厚みにしてください」って言ってそれはやっぱりみんな張り合ってやっぱそうなんかバランスがその方がかっこいいと思ったんですよ上半身がちょっと大きくて下半身ピチッとしてる方が当時はかっこよかったそうやそんな格好でみんなこんなやって踊ってたとあ、そんなっすね マハラジャとか言ってたマハラ、そうそう祇園にねありましたよね。マハラジャ祇園はいお立ち台とかって、立たないです。そこは立たそこは控えめに。振り付け覚えてないから。あそうそうそうあそこ立てるなんてなんかいろいろあるんでしょ。やっぱり常連さんでないとね。なるほど。その当時の写真とかはないんですか。あると思います。今も持ってきよ。見でみんなで見せ合いこうしましょうカーリも持ってきますと多分残ってると思う。何持ってこよ。う キベちゃんと19歳ぐらいの時に撮った写真とか写ってますけどね <laughs> めちゃめちゃダサい田舎の子ですけどね、うん、そやねなんかねちょっと背伸びしてね生きてしまうのがねは19歳がいいんですね中途半端な感じね、うん、18でも20歳でもない、うん、19歳、ねね、自由に使えるお金もそんなにないし。 ねえ、<あ><ー>無理してましたね。無理してましたね無した。無理してかっこ悪いことしてたな。あです、ね、あ、じゃ、あ今日はそれがテーマですか。そうですね、はい。リスナーの皆さんの、じゃあ、かっこ悪いことしてたな、うん、という。<laughs> 当時はかっこ悪いことしてたなという告白をお待ちしております。はい、そして各コーナーも今日もございます。うん、怒りの投稿「街中モンスターハンター」では皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています。うん、山本社交クラブもあります、はい、ついに いやナイトナイトサロンでしたっけ情報が届いてましたけれども上越地方や上越地方で開かれるナイトサロンの情報もですしあれはすごいあれちょっとしばらく二三日考えたわ考えましたほんまにそういうのがあってもうなんか続々するんやろねね NTR でしたっけ NTR ネトラレガンボその用語でネット社会では通用するらしいですけど NTR という皆さんの恋の話をお待ちしております。<laughs> メールをご紹介した方には、どこでもふきふきできる大人の黒い濡れティッシュをプレゼントいたします。宛 <laughs> 先です。<laughs> メールの方は、山アットマーク m b s 1九7 9 c o m YAMA アットマーク m b s 九1 7 9 c o m ファックスは大阪06-6809-9090、 でおお待ちしております番組の公式ツイッターアットマーク山一1179もぜひチェックしてみてくださいメッセージお待ちしております怒りの投稿街中モンスターハンンタターモンスターモスペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで 皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきますはい早速参りましょう豊中市のしんちゃんさんが見つけたモンスターです、はい、先日お昼頃駅前の狭い道を歩いていると後ろからお前何してんねんアホちゃうかと言われました<え>びっくりして振り返ってみたところ 私と同年代と思われる男性が携帯で誰かと喋っていましたいくらイライラしているとはいえ周囲に人がいるのに電話口で大声で怒鳴るのはいかがなものでしょうかうん、うん、もうね <laughs> まさに先週天満市場の近くでそれあった <laughs> それも天満市場の横の路地あるやん細いところ <laughs> そこをこうすれ違いざまやで、うん、若い女の子やね女<は>そんなにいいっすって。 言いそうにないこうやねんバッと見たおとなしそうな格好した子が電話で静かに歩いてきたはずやのに「あんたそれちょっと違うと思うわ考えてみ <laughs> あんた考えてみ」<laughs> びっくりしてなんで <laughs> と思ったよ、うんね、え言われたかと思いますよね<ー>自分にね。いや電話で喧嘩する人をうよう見ますよね。 ほん僕いいタかなあの NGK のすぐ近所でずっと文句言ってるんですよあの電話でね、うんうん「お前んとこ緩いんじゃ!」言うてずっと <laughs> ね、うん、もうたるんでるんやみたいな感じで言うてるんや思って、うん、でもちょっとおもろいから見たなるじゃないですか「<laughs> お前緩いんじゃほんまにお前んとこのおにぎり!」言うて <laughs> 何それ。<laughs> おにぎりのるやそれ緩 <laughs> いってそんなヒートアップして言うことみたいなほんまちょっとちょっとだけ何言うというか聞きません言うてほんま他のスタッフおったんですけど<ー>ほんま腰が砕けましたそうだからあのあ改めて聞こうっていうぐらいやから、はい、よっぽど怒ってあるんですよ。何に に、はい、半分落としたから <laughs> ボロッとなったりしますね。<laughs> 許せなかったん,でしょう、ね、んあ講演会で喋ってる最中に前のおばちゃんが電話になって「あも,しもしもしもし」って言って普通あれならないしたらあかんじゃないですか。はい、もう出はったわと思ったら「あもしもしああのごめん今山広さんの講演会来てんね、うんほんで何?」って <laughs> 話しすんのかい。びっくりしたわあれは。 電話は困りますね気をつけてほしいけどそんな人に言うたら100倍怒られそうやからな<え>怖いな,な帰ってきますよ倍以上にね私が勤めていたセルフのカフェにやってきていたおっさんは、うんうん、380円でコーヒートーストゆで卵がつくモーニングを食べに来ていました。うんうん パンはよう焼けよ。バターはたっぷりや。砂糖は2本つけろ。といちいち注文が多く、ちょっとでも焼きが甘いと、お前ない、よう焼け言うたやろ。さっさとせえ。とか、このゆで卵むけにくいからむいて持ってこい。とか、とにかくうるさいのです。380円のモーニングにどんだけサービス求めとんねん。 いろいろしてほしいんやったらもっと彼らしておかんとそれはどうなるのっ <laughs> <laughs> まあ値段は380 <laughs> の設定やから仕方ないですけど <laughs>、はい、そんだけ注文、まあ、多分その人は家でもうるさいんですよ。あ<ー>でもう家でではもう自分でやりんって言われてるから。<laughs> 仕方なく来てるのかもしれないですね,ね聞いてくれるお姉さんと、うん、こに行くんですね二百八十円で僕用意はんわ <laughs> 用意はんわパン用焼けまでは言うたとしてゆで卵向けは言います、うん、ゆで卵はね <laughs> パンも用意ちょっとあのこんがりめにしといてとか言えばいい物の言い方言い方ですね、うん おい焼いてけよ。でも佐藤は二本入れるんですね、ごおじさんね。割とあの昔の人って甘いのですね。甘いコーヒーですね。ね。醤油もすごいな。客商売って大変やなそう考えると。ね。人ね毎日ね相手にされてね。どんどんその吐け口をこの番組にこうはいもう聞きますよ。はい。ぶつけてください。はい。かこの山宏さんこそセクシー。 <お>さんからいただきましたうう嬉しいやなそれだけで。よ <laughs> 中身行きますね、はい、久しぶりにケーキでも買おうかと買い物の帰り街の小さなでもそこそこ名の知れているケーキ屋さんに立ち寄りました、うん、週末だったのでお客さんも多く中にカップルが2組いました、うん、別々に来たと思うのですがその4人がショーウィンドウ全体をうろうろ占領し特に1人の女性は <laughs> 私に超ショートパンツのお尻を突きつけ、超ショートのシャツのために丸出しになった背中を見せていました。うん、お店も狭いので、そうそう私も後ろに下がれず不快な思いをしました。うん、どうしようかなと二組とも優柔不断で右に左に右往左往、私は選びたいケーキも見られない状態が5分以上続きました。うん 私は夫の分と2個だけさっさと選び財布を持ち店員さんに合図したのですが気づかれず店員さんの「お決まりでしたらどうぞ」の声に不愛想な男があじゃあとまたあれこれ迷いながらオーダーしました、うん、お店の人には悪いと思いましたが少し迷った挙げ句何も買わずに店を出ました。は わかるわ、これもな。<laughs> ケーキとかね、<ー>容量出ますね。出ますね。うん、パパパっと注文できる人と、順番来てから考えある人と、ね。あなんでよね。なんででしょうね。でも、こう、邪魔やなって思う子が。 若干エロいとちょっと揺らぎますよね。れはでもう感情どう持っていっていいか確かに邪魔やなんやねんこいつどいてくれへんかなでもめっちゃエロいやんけ。あれ俺もしかしたらもう抜かせんのに合わしてんじゃうかなスピードとかね。なるほど ちょっっとやて揺れ動いてしまうわいやいやいが、もうどっかでもう邪魔じゃなくなってる時ありますよね男はあるねありますけどあるわ女同士はじゃあイライラでしかないですね逆に男の人だと、どうもっとイライラしますでも優柔不断やけどめっちゃかっこいいんだよねいやそこでもそのかっこよさは減りますああなるほどケーキ迷うような男の人は嫌です おお、どこまでこと言うな、これまた。ババッと決めてほしい。もう右から三つとか言ってほしいです。男なら。なるほどね。全部一個ずつとか言ってほしい。あ、あの聞く人はどうですか。あの。どれがよう売れてますとか。どれが人気ですか。そんなんはいいです。そんなんはいいです。それは必要な質問だと思います。でも、その。どういった感じで人気なんでしょうか。ああ、もう、もうイライラする。もうそこまで行きたい。もういい、もういい。 そうお嬢さん適当に選んでとかいうのはかっこいいと思いますお店の人に任せる人いるじゃないですかあなたの好きなので一つ入れてとかそんな男前ですね今度やってみますかよう言わんなえなんで一回それやったらええかもよなりますか明らかにこれ売れ残ってるやつ入れてるやんってなったらどうしますのありますね高い方から入れるとかね それはもうそのお店のことを縁がなかったと思うそういうことですあなたが好きなの入れてって言ったもののちょ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 それ以外それ以外ああああああそれブサイクブサイクって言たら一生言わへんと思うそんななるほど注文の仕方にもいろいろあるんやねそう考えるとさんは確かに出ますね人がね出るんやな出ますね ケーキ屋さん。迷うなよ。<laughs> <え>迷わんとこ。迷わんといてください。うん、だから、ちょっとケーキ屋さんの外から、なんとなく。その場で、ぱっと見て、なんとなく決めてから行こう。そうです。そうしてください。ランチも迷うわ。<laughs> わかるわ何種類買ったら迷うやろねえランチンもなんでなんで唐揚げとこれ天津飯一緒になってないねんとかあ<ー>セットねそ,そうやねセットにセンスがない時あるない時ありますわ <laughs> あるよねアホやないうのありますわあれはあれかなその注文が偏らんようにわざとしてんのかなと思う時あんねんけど。 でも偏った方がええんちゃいますまあねでも仕込みは大体いろいろやってるじゃないですかうんででんでこの名コンビを話すんやろなこの前ねお昼中華行って担々麺が食べたいと思って行って担々麺が食べたいと思って入ってすっと担々麺頼めばいいのにこのんかこう今日のランチ言て何種類かこうあるじゃないですか書いてるじゃないですかもう別のもんに目がいくね エビチリかほうの日替わりランチ」ってもうそれは写真がなかったから無視しようと思ってたら注文取りに来た女の子が「今日の日替わりランチはジャージャー麺です」おジャージャー麺かこれでうまよな」と思ってでだいぶ待たしたあげく担々麺にして。 元と喧嘩ね最初に元それやったらもうスッと担々麺って言やええのにそこで優柔不断になる自分が嫌いああ餃子がなんでこのセットにっつもしかして荒れちゃいます単品で餃子頼まそうとしてんちゃいますああなるほど頼みそうなものをあえて外すこれとこれはもう外されへんねんでも餃子入ってへんやん でも餃子の入ってるセットはちょっと周りが引きんなんか良くないな。もうほんならこっちのセットに餃子単品頼む。もうそれしてしまうね。するでしょ。どんどん太んねそんなことしてるから。<laughs> ね。<ー>そこですわ。だから、狙いはかあの、完璧なパーフェクトなセットをしてもたら、うん、もうみんなそれいって、おしまいじゃないですか。だから、あえて。あえて、ちょっともうそこは。 き、き、き、気が気管ふりをしてる。気が気管ふりしてんすよ、あれ。はあ。そんなもんやらへん。<laughs> その辺でも気の合う女子はバッとぶっちゃけますけど、私唐揚げいらんけど、この餃子食べたいんだけど、あんたこっち頼まへんみたいな。あお互いにこう。 取りたいもんを一応ぶちまけあって、考える。松井愛ちゃん、とそれできる。松井愛とは、それ、私、担々麺食べたいけど、餃子いらんけど、私、その唐揚げ欲しいは。あ、じゃ、ほな、これとこれ、餃子と唐揚げか、かえようか。あ、いいね。そんなの、ばあって話し合います。ねベストパートナー。ランチ、でも、女子として見たら、嫌やな、なんか。そうです唐揚げ、どのにする。私の、あげようか。あしよか、言うて、言うてんの、見たら、なんか。 いやだなって思うね。そうですか。だそれは女の子同士やからええんやんか。あ、なるほど。例えば男の人と言って常にそうするの。はい。男の人が落ちてもする。いや、中のいいよくなってる彼氏やったら言います。ああ。まだでも付き合い始めやったら言わ。付き合い始めはちょっと感様子見ますね。そういうもんやね、女の子ってね。ね、それ出てきた時点で絞ったと思っても遅いんでしょうね。うん。あかん。 死にしかれんぞ、これは <laughs> っていう。主導権握られる。って主導権握られるのがええんちゃうんかいそうそうそう。結果としてはね。<laughs> そ,うそうです。そうです。結果としては一番うまくいきますね。<ー>ね <laughs> もう一ついきましょうか。はい、鶴見区のママチャリ親父さんが見つけたモンスターです。私が思うモンスター、それは阪神ファンです。 仕事で残業になった時に試合終了と重なるともう最悪 <laughs> <ー>勝っても負けても大騒ぎ。 電車の中でも大声で采配が悪いだの戦力外だのと話し関係のない私にまで今日は阪神勝手んと <laughs> 話しかけてきております <laughs> まあ気持ちはわからんでもないのでそうよかったやんと当たり障りのない大人の対応をしますがこっちは残業で疲れとんねん大阪人全員が阪神ファンちゃうんじゃそうかそうやなそこはね、はい、本当阪神ファンも、ええ、もう 自分のことも戒める意味でも、はい、ちょっっとやっぱ配慮せななあかんよねね <laughs> そうです関係ない人いるわけや僕あの尼崎のねあの、うん、専門学校行ってたんですよあの自動車整備の。うん、なので阪神電車乗,乗って行ってたんですけど、うん、やっぱそのタイガースの応援の人もそうですけどボートレースのおっちゃんたちがガッと乗る時はもう本当にもう。 ペラがどうじゃ、なんじゃ言うても大変でしたよ。怒ってるわけはい。怒ってるし、ほんであの、気分がいいんやろか、もう声大きな人もおるし。それ当てたよね。当てたんでしょうね。ほんでもうあの、日本酒をこの車両にぶちまけたんかっていうぐらいの酒臭い感じとか。みんな一応飲んでるからい。もう、うるさかったですよ。叶わんよな、そういうところに乗り合わせるとさ。 その人らはもうが一緒やからです別のノリで入るからもう大変日韓ワールドカップサッカーのあったでしょ長い競技場で日本戦で日本勝ってんその直後に僕は JR の環状線から大和次海賊乗るのに乗ってたらドワー乗ってきてブルーのユニホームの人たちが「おれおれ 俺もあか見つかったらもう終わりやと思うもうあかんもうあかん顔隠しましたよいやああいう時怖いですよほんまに群衆心理でねそう群衆心理ねんだから阪神ファンもみんな阪神ファンを持ってるから多勢に無勢じゃないですかそれでガー行くんやろね阪神ファンはそうですねでも甲子園で酒飲みながら応援して その後阪神電車乗ってなんか大声出してたようなこともあったんかいな <laughs> あったんかい,あったんかい <laughs> そこまで込みの観戦ではありますけどねね,ね余韻をね,ね楽しみたかったんやけど家に帰るまでが甲子園ですもん <laughs>、ね、そうなんですけどねでもまあ、まあ、ママチャリおやじさんが言う通りですわ、ねはい、それはあの以後 気をつけたいというふうに思、はい巻き込ます。ええ、皆さんからどんどんですね、えー。怒りの投稿をぶつけていただきたいと思います。以上、街中モンスターハンターでした。ええー、では、一曲参りましょう。ええー、九月は割とバラード系を中心にかけたんですか。十月は僕は、あの、もう、フォークでいこうと思います。ええ、秋の夜長にね。 南光節さんの夢人よ、山本社交クラブいや考えてみましたら、はい、先ほどの南光節さんの夢人よというのは、うん、まさにこう大人の恋というか、はい、もう吐かない恋って分かってて、うんうん、それでもあの人に会うために紅を引くんですよ。キャー、<laughs> キャーって <laughs> いやいやいろんな声がありますよ。ねえ<ー>。ね 最近はやや濃い方向に行っておりまして濃いですね先週はい冒頭でも言ってましたが上越地方で年に数回開かれるナイトサロンの情報をいただきましたまあ、うんうん、はい 夫婦交換パーーティーですね,そうですね会員は主に50代から60代の夫婦やカップル、うん、会社経営者医療関係者僧侶など社会的地位の高いお仕事の方が多く <laughs> お酒を飲みながら会話を楽しみそういう雰囲気になったら別室でプレイという情報をいただきましたが続報を頂い,いております。うん では、ご紹介しましょう。先週の匿名、特住所の方からの続報です。はい。ナイトサロンについて、もっと詳しく説明いたします。はい、ありがとうございます。四十歳以上の身元が確かな夫婦カップルが条件です。五十<ー>代、六十代が多く、八十代もいらっしゃいます。えー、<laughs> えー。八十代。<laughs> はい。 加齢などの問題で性生活が営めなくなりそのギャップを埋めるために夫婦交換の世界に入るご夫婦が多いようです、うん、え、スッチーさんや山博さんが想像されていたように旦那様が奥様を説得してこの世界に入るパターンが多いそうです、うんうん、何年もかけて説得したというご夫婦もいらっしゃいます、うん、ナイトサロンは女性を中心にパーティーを開催しています、うん 性を楽しむために来られる奥様複数でを希望される奥様 <laughs> そしてそれを見て刺激を得る旦那様など様々です、うん、単独で参加される男性は奥様に先立たれた人や女性の気持ちがわかる方に指名が多いようですう東北や甲信越地方から来られる会員もいます<ー>談話室で食事や会話だけを楽しんで 上越地方の旅をして帰られるご夫婦もいますそれでい,いよ、はい、上越は温泉が多いのでみんなで混浴露天風呂に行ったりもしています <laughs> 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 ナイトサロンは知り合いの高齢者がまだ明るい時にアポなしでやってきて談話室でテレビやカラオケを楽しんでいるということもあります地域の高齢者のコミュニティの場所だと思って容認されているそうです はあ、皆さん<や>みんなが夫婦交換に来るわけじゃないん, <laughs> なんですって地域の高齢者の <laughs>、はい、コミュニティの場所におしゃべりだけして帰られる方もいらっしゃる最高のコミュニティサロンですよ <laughs> それは。 いや楽しんではるなこんな人生の楽しみ方ってつまりこう来てガツガツせずに今日はいいかって変える余裕があるってことですもんねですねご若い人やったらこうはいきませんもんね結果ばかりを求めますからねいやんかすごい余裕のあるんでしょうね楽しみ方というか うわあ憧れるなあ何年もかけて妻を説得か <laughs> これどうよ無理やろいやまあ<う>あの多分無理やと思うんすよあの、うん、自分自身もさすがにそこはちょっと、うん、マーカんかんってなると思うんでね、うん、ただその何やろ楽しみ方というかうん、うん、いやすごいなあすごいよもし説得できた暁には <laughs> うん すごくその余裕のあるなんか余裕のあるっておかしいけど充実したえナイトライフをね楽しめますよ、ね、複数を希望する方もいらっしゃるこれねだ女の人が複数を希望してるんでしょはい何じゃあ,あの行く前はダメよダメダメ言うてたのに行ったらもう火がついちゃうんかな、うん、そういうことですねいやー恐ろしいなー、えー 匿名特,特住所三十歳の女性の方からいただいております。はいはい、パートナー交換で盛り上がっていましたね。うんはい、私も経験があります。えー、ちょっと待てよ今から八年ほど前、十四歳上の男性とそういう関係になりました。その男性に連れられてお店によく行っていました。二ですから二十二と三十六。2> 2 結婚はしててないわけけでですねそうですね、うん、付き合ってるだお店は一見普通のバーですが、うん、他のお客さんと着替えば別室でお楽しみの時間になっていました、うん、3組くらいのカップルでホテルのスイートルームを借りてパーーティーをししたたこともありました、うん、最初は戸惑いましたが私もそういう趣味があったみたいで、うん、あっという間にはまってしまいました。<laughs> うん 当時別に付き合っていた相手もいたのですが<え>この遊びと14歳上の男性の大人の色気に夢中になり別れてしまいました結局その14歳上の男性とも2年ぐらいでフェードアウトして元彼と再び付き合いだして結婚、うん、あ現在は2児の母ですは<う>夫はこの関係も私のこんな性癖も知りません。うん 幸せな毎日のはずなのですが、うん、ふとした瞬間にもしあのまま続いていたらとあの時の時自分が羨まましくなりますあかんで連絡できるわけもないのに携帯電話の電話話の帳を眺めてしままうこともありますいやちゃうやんだってもう一人の,その <laughs> 彼と復縁して、うんうん、結婚までして子供までできたんやから、はい、で相手知らんわけでしょ旦那さんは。はいはい もうあかんと思いつつ忘れられないのねだから今すごく幸せで平和なんですよでもそうなるとなんかこう刺激を求め出すすんでよわかるわかるそれは気持ちはわかるだからこういう年上の男性に連れて行ってもらったじゃないですかそういう機会がみんなないだけでどっかにちょっと変わった 癖ってあると思うんですけどみんな多分気づかんんんんままま死死ででででいいいくくくすそこまでねまさか自分がっていうようなところをバンとこうこちょことされた時に火がつく人もいるんですよ生き物としてはねそういうところをやっぱり知りたいというか根底にあるわけやから願望いうのはだから生きてるうちに火がついて。

深なないか,厄介かこの手の壁ってねいや深いと思うよ怖いなちょっと間違った犯罪につながる壁もありますからいや,よいやほんまに怖いっすよね、うん、そう思ったら気づかん方が幸せなんかなだろうしこの彼女のようにもうこのぐらいでその時の、うん、まあ22歳の時の思い出として、うんうん、それでいいんちゃうあ<ー>もうむくむくっとまたそれがねあ また出てきたらあかんと思うわだってこれ14歳年上の男は結構罪作りやでそうですよ22の子をよう連れて行きましたねおっさん一人で楽しんどんねなんやったら今もどっかでまたやってますそうそうですうずっとそんなよね上手なやろな誘い方がこれ奥さん22歳で今30でしょ今30です今 もっと戻ったら、もう引き返されへんよ。いや、もう引き返さない。ね。うもう引き返さない。うん、怖いよ。だって、二十二の時の。 喜ぶより、三十の人の時も。この前も言ったでしょう、三十、させごろ、四十、しごろ、五十五、ざくざく。あるんですから。いや、でもね。気持ちはわかるけど、平和な自分をもう一回見つめ直しましょうよ。思い出だけにしときましょうよ。非日常にね、あの戻ったら、もうえらいことになるからな。でもね、まあ、また逆のこと言うようやけど、だからこそ。 興奮するんでしょうけどね興奮したんでしょうね <laughs> <laughs> 上越地方のナイトサロンの投稿がこれまで一人の女の人の火をつけたやんかこれ<ー>思い出しちゃいましたいしたすすいませんねせっかく封じてたのに上越地方行ったらどうや <laughs> <laughs> ねえこういうとこあるねんからどこか知らんけど気づ付いたら「足が向いてました」って言ってたえらいことですよですねこれ旦那さんに言うたえらいことになりますかね逆説得は無理ですかねえっとんて説得するのその場合は切り出すの難しいですねもうちょっと時間かかると思いますだって今言うたもうちょっともうあとあと10年ほど待たんとそれで言われた時に旦那さんはどういうふうに思う いや、その時の夫婦の関係がどうなってるかですよね。すごくやっぱりまず仲良くないとダメし。うん、メです。のす。べ全てを言っちゃったらダメと思うと。う私は今までやってきましたそうそうじゃなくて。それは封じ込めた方がいいですね。うん、そこはもう墓場まで持っていく。はい、<laughs> じゃあそこは墓場まで持っていくとして。<laughs> ていそう誘い文句。はい、えー、上越地方のナイトサロンを旦那にどう教えるのどう だから、あの、山本社交クラブ聞いてください。一緒に聞く。これで。え、何これ、こんな世界があるんだ、みたいな。俺らもええことしてる。そうですよ。きっかけですよ。なるほど。どう思う、あんたはっていう。とこから、まずジャブパンパンと入れてて。うん。ほんと毎週のように、こういうこと、俺らは。言い続け。そうです。そうです。いろんなご提案をしていかないといけない。です社交クラブから入って。 で次 DVD ちょっとね見てこの社交クラブみたいな DVD を誰々さんからもらったんやけどこれどう思うってあかんスッチ走ってんですねそれかなり勇気いんで「どう思う?」で一緒に見てみるこんな世界なら。言いながらどうやろか言うてまあんか面白そうちゃうかって言われたら閉めたもんやね。今度 ちょっとネットで見てみるいたいや,いや 1> 前一回議題に上がりましたけれど、はい、そのなんかそういうパーティーを主催しようやみたいなことを覆 <laughs> 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 面座談会っていうねそうそうそうね,、うん、ねえせっかくこんな長いことを毎週毎週社交、ね、クラブやってるんやから。 上州地方にに負けけてるわいかかんらだからもうほんとねお茶出したりする役とかねしますし受付とか仮面つけてね決してその時は茶化しませんししっかりとそのねパーティーを支えるという立場で。徹しますかはい 見てみたいでもあ,のあれよね上越地方の人から2週連続来たんですけど、はい、このラジオを聞いてくれてる人の中で。 関西でそういうところに行ったよっていうのはこの30歳の女性の方だけでしょうとりあえずは。しかも8年前ですから、はい、もうそこがあるかどうかもわからない。はい、となると、うん、まあ現在進行形で行ってますっていう人、うんうん いないんかな、全然あると思いますよ。あるんでしょ関西のある地域が、ちょっとそういうメッカやったりしたりとか。あ、そう。そこまで情報掴んでますか。はい、僕掴んでます。一度社会見学的な、もう行ってます。はい。あ、そう。よかった。あの、正直圧倒されます。圧倒され。るで、そういうところに入るときには、ちゃんと。 身分証明書そこはだってちゃんとそこは一番ねそうやねやっぱり身元確かっていうのはそういう何かあったらあかんもんねはい男性も女性もいりますからえだから冷やかしではいけないようになってるなるほどなるほどいくとしたらもう腹くくってちゃんと見してもらおうとあはなかなかすごいぞとそれはその時圧倒されてちょっとそういう世界を覗き見してもうやめたん あので行こうよって言って行ってくれる人もなかなかいませんからそういう時は飲んでる時にみんなでそういう話になってちょっとほんなら覗きに行こうと要は喫茶店みたいなとこですわへいわゆる明るいの暗いです暗いんやカップル喫茶昔あったね俺一回でから行きたい思ってたんや全然ありますよでもちゃんとその場所が集中してます 調べたら大体わかりますねそんなあやったらそれ利用してる人聞いてるはずやけどなあ、はい、人でいやったりもっといると思いますすごいですよもう天井はねあの鏡です若干くすんだ鏡は<ー>、はい、でその仕切られてるんですけどその仕切りのなところにあのちょうどね直径2 0ンチぐらいの丸い穴が開いてまして、はいははい、そこがちょっとあの何ていうんですかねまだらになったガラスのところと 綺麗に見えるガラスと。両方あんの。あ両方あったりとか。<laughs> 何のために両方あんの。わかんない、その、ちょっと。あのー、ちょっとわかりにくいっていうのが。よかったりもするのかもしれません。は,ーは,ーはい。知り尽くしてるな、それ、設計してる人。はい。すごいですよ。本当ですか。はい。 えー、じゃあその辺りに、えー、関西でも、はい、まあほかのも地域でもいいんですけど、はい、精通されている方あのまたまた情報をいただけたらありがたいなというふうに思いますね。はい、はいはい、じゃあ最後にそんなものをすべて吹き飛ばすきれいなお便りをご紹介したいと思います。ま 神奈川県に住んでいる高校1年生ですで好きな人がいます、うん、その人は京都出身で<う>よく新喜劇の話で盛り上がります今までずっと横浜ということもあり身近の人と新喜劇の話をすることができなかったので、うん、すごく話してて楽しいです、うん、私はスッチーさんの影響で関西弁の人が大好きですでも 私の一番の友達がその人のことを気になっていると言いました、うん、私は友達を応援した方がいいのでしょうか、うん、悩んでいます経験豊富な大人の皆さんに聞きたいですお願いしますスチ、はい、やっぱり神経喫つながり君がさっきまでカップル喫茶の話題をしてたのに <laughs> 急にこんな純愛 これは自分のスタッフがな <laughs> ね<ー>そっち無理やろこんなもこ,こんだけ赤裸々に語らしといてなそのあとでなんか。<laughs> 痛いけな高校一年生の純な相談じゃないですか。筋違えるわもう。なるわ。前やでこれはちょっとユッチーさんごめんね申し訳ないね。さっきの話分からんかったでしょ。分からんかったって言ってほしいですね。そうやそうや先も聞かんかったことに添えてあんな夢物語あんなも。そうです。あの本番の純愛の場合はねあの本当自分の気持ちに素直に動くのが一番ですからね。そうやね。うん。 それあの前、中学生の人から来た時も言いましたけどあ,のあんま背伸びせんと普通にえなんだろうその男の人とも接してる方がいいと思いますよ、誰か別の女の子がこう横やりでね来てるからと言ってその子に勝たんがためにこう背伸びしたりなんかしてるとちょっとおかしなことになると思いますよ。本当に 自然に自然が一番よと思います。その今の気持ちを。大切にね。譲るとかいいです。譲らなくていいよ。全然譲らなくていいです。はい。もう何十年かしたらもうあえて、あのね。お互い両承のもと

飛ばして私がちょっと早ないそうですかちょっと早二十歳です二三年しか経っていやこん二十歳です二十歳になると友達より男を取りますえっと蛍光姉さんのことを聞いてくださいしっかりねついてきてくださいはい以上山本社交クラブでしたありがとうございましたまあいろんな楽しみ方がね世の本当にあるんやなというまあだから。 あの合法だったらいいじゃないですか。うん、あくまでもそこはね、そこはきちんとしたと、はいね、ころでないとダメですよね。はい、うん、さあ皆さんからはかっこ悪いことしてたなあというメッセージをいただいております。ラジオネーム一一七八三、三十九歳の方です。学生時代かっこいいと思って。 学ランのベルトをしないでサスペンダーをしていました<ー> <laughs> 当時の写真を見るとチャップリンかと思ってしまいます恥ずかしいサス,サスペンダー流行りました流行った流行った僕らの時はあれやけどちょっと後は流行ってたよ流行ってました僕、うん、それのイメージあんまないですね <laughs> 僕らの時はえー、っとトイズボンに細い白いベルトしてたあそれ <laughs> <laughs> ありましたね白ベ<ー>るとね、うん、僕らは単ンが流行りだしました単ンか単ンのちょうど走りちゃうかな<ー>短けれ短いほどかっこいいみたいなありましたもうほぼないやつありましたよないってどういうこともうほとんどお腹出てるやんみたいなはあそんな短いやつがいはる、い、の 一瞬そこまで行くんですよ。でちょっと恥ずかしいってだんだん気づくんですよ。だからあのジュリアナブームの時ももうほぼもう下着丸出しやみたいなまで行って何してんのってちょっと冷静になってみたいなあったじゃない揺り戻しがあるわけい行くとこまで行ってそうそうそう。学ランなんかでもう中覧ぐらいやったらまだしも長覧の長いのん。 あもっと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 になってるからねあいつより長いのみたいなそうやなスカートのウエストこう折りすぎてこんなブックブックなったりしてました上でこう巻くんですよ巻いてんねあれそうか巻いた分ここにたまっていくはそれがよかったよね多分ね女子は女子であるんですね東京からいただきましたモーモーさん 中学生の頃人気だった内田由紀さんの髪型に美容院で切ってもらいました、うん、私はでもくせ毛だったんです、うん、内田さんはさらさら結局ナスの下手みたいな笑ったらあかんけどいんま、ね、今だに友人からもあんときなみたいに言われます、うん こんな風にしてがもうならへんねやったらあの美容師さんも言うてほしいですよねそうやね触ったらわかるでしょあのこんこんな感じで切りますけど仕上がりはこんなになりますよやめといた方がええんちゃいますって言うてほしいわそこはね本当にあれあのパーマってなんで一番最初の時って変な形になたんだろうねなりますよね すごく恥ずかしかったわ僕も一回だけやったことあるんですけどみんなに笑われてももう二度とせんと思いましたもんみんな笑うよねみんな笑います自分でもおかしいしなんやったらパーマかけてくれた美容師さんも笑ってるやんいや分かるやん想像つくやんじゃあもうブレーキかけてよとそうそうそうねなんでかなみんな言うよね最初のパーマそうですねなだあれ 一フ <laughs> <laughs> いっぺん失敗さすんですかねああかもね<ー>もしかしたらでよく言われたのがこのあと一回伸びてきてカットした時がちょうどいいですよその間その間が大事なんですよね <laughs> そうそう毎日かっこ悪いねんでねえ、ねうん、ちょっと取れかけになるまでがね、うん、そうね舞鶴市のバイシクルさん 自転車に乗るとき格好をつけて両手を腕組みして颯爽と街中を走り抜けました。た今考えると危ないはブレーキかけられへんわもう何がかっこいいと思ってたんでしょう。あ,あれが格好よかった。手放しね,ね手放し自由に何でもできるっていうね。はい。はい <laughs> ああやったな,ったな手放しほど意味ないもんないもんな,、うんなね、危ないだけですからね危な,危ないだけやだけそれに加えてあの大学時代に友達がなんか買ったばっかりのスクーターで、はい、スクーターが 50cc のバイクで、はい、ウィリー言うて全輪ビュー上げて、はい「ちょっと俺ウィリーやるからちょっと貸して」とか言ってやろうとして。はい <laughs> ブワーって降臨で前行ってしまって、はい、で前の車にダーッてー <laughs> 全部弁償させられたことあったけどなあ,<ー>あれあれ乗らしてとかちょっとやらしてはほんまもうね事故折りやすいす、ね、やめた方がいいよね失敗ばっかりやな <laughs> <laughs> 忘れてたわ <laughs> 京都市のあきみかんさん 学生時代、学生カバンにカッティングシートで名前を貼るのが流行っていました。カッティングシート彼氏がいる子は彼氏の名前、<laughs> うん、好きなアイドルの名前を貼っている子もいました。うん、ちょっとヤンキー系の子はよろしくみたいな感じの当て字で好きな言葉を貼っている子もいました。うんうん、何がきっかけで流行ったんでしょうか？今考えると恥ずかしい。何何それ僕ちょっとよくわかんないですね。カッ ンシート要はステッカーなんですけどもう言うたらシートになっててそこに自分紙一枚全部シールなんですよだから自分の「山広」とか書いて切り抜いて切って貼るんですよこれなんかこうキラキララメになってたりしていわゆる側面にカバンのカバンのでもいいです僕はヘルメットに「気合」っていうのを めっちゃ恥ずかしいな。<laughs> それ一番恥ずかしいぞ。い日の中で。気合い。<laughs> 気合い。気合。なんやねんそれ。かっこよもたなでも。<laughs> その時はいけてたよ。はい。うん、いやでも気合いいじゃないですか。気合っ恥ずかしいねと後から振り返った気合い。気合いね。で外国の方がね <laughs> その漢字好きでタトゥー。 うん。入れるじゃないですか。で、間違った感じのね。はいはいはい。何してんのみたいな。そんな感じ、恥ずかしないのみたいな。入れちゃうのによ、ちょっと似てんのかもしれないですけどね。あはい。あの時は気合が。よう入れてるよね。バスケットボールの選手とか。ねえ、感じね。感じで。感じで入れてますよ。感じがいいんかな。なんかかっこいいんじゃないですか。かっこいいんやろか。だから、もうあの、感じの、 見たその絵として入れてるから意味としてぐちゃぐちゃでも外国の方は良かったりするんちゃいます。なるほどなるほど模様なんですね。そう、ね、模様ですよ。うん、そうか柄として捉えてるわけや。あはい、僕あのカバンしんぬいたりよくしたね。 潰しましたね。ぺったんぺったんにしてね。あ、僕ら、そう、その手の、あの、あの、川の。川の。多分、これぐらいの世代で変わります。はい、僕らはそれじゃなかったので。あ、もう、カバンがそういう形状なか、なかったです。あ、はい。川のやつで、町幅の広いやつ用産ん、教科書入るように。その日か、次の日ぐらいにやって、母親に引いてるほど。うされた ほんまに怒られるんだろう <laughs> バッチバチに <laughs> <laughs> なんでしょうねあのだから決まってるもんやからちょっと崩したのるんですかね,かね学校のもんってそ,<う>そのまま持ってるとちょっとダサいみたいなだからもう私服でいいよとか、うん、あのカバンも自由でいいですよってなったらちょっとなんや 何していいか分からへんってなるんでしょうね最初から私服だとみんな普通に T シャツにジーンズとかでね、うん、学校行きますけど一、うん、日だけ私服で行ったらもうすぐ頑張りますもんねそうやねんな <laughs> でもその頑張り方よく間違えたよちょっと方向間違うんですねこれって 規日光みんな命懸けになるな <laughs> そうそうそう,そうあと名前で言ったらあのお土産物屋さんで売ってるような、はい、ケイちゃんとかっていう <laughs> なんかこんなキーホルダーとかはやりませんでしたちょっと丸文字の丸文字のね,ねあれを彼氏の名前と2つ下げたりとかして、はい、<laughs> 思い出した高速のパーキングとかでね

ひろくん回でも呼ばれたひろくんなかったわっていうか僕前も言ったように中高付き合ってないですからね <laughs> ああ僕もそうですけど、うん、ひろくん一瞬だけあったな,ーなーでもでもあんましっくりこないですよあそうはい なんでひろくんってなんか可愛いやんでもずっとあの苗字すっちゃんすっちーがやっぱ多いのであ,<ー>あのひろくんって言われても自分じゃないみたいな <laughs> なるほどね、はい、奥様はなんて呼んでたんですかてだって山ひろさんとは言わないでしょ、まあ、言わへんけど <laughs> えー、もうなんて呼ばれてたんやろう <laughs> 特になんていうのもなかったねん ひろくんええなあヒロ君だって大学時代あの山本とか吉田とか山田とか10組でみんな同じような名前やって、うん、あの50音順でクラス決めるから <laughs> はい、はい、だから山本だけでも1人ぐらいおったから <laughs>、はい、僕 <laughs> 泉さんの出身やからいまだに佐野って言われてるもん地 <laughs> 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 名で読むなよみたいなへどうかな君。 って呼ばれるために、うん、ちょっとパートナーがファッと変わると向こうが言うてくるかもしれないですよ <laughs> 戻った、うん、それ行く、うん、でそのそれを聞いてるねパートナーはこんなこと言われてたやんたみたいな <laughs> あんな風に呼ばれてたんか <laughs> みたいな まだそっから離れへんのか頭が。ユッチーも聞いてんねんぞ。高一のユッチーも横浜のユッチー強化浜の。いやもうそりゃ知らないですよ。あの今今はそのねあのピュアで言ってください。そう十五には十五の恋愛、二十には二十の恋愛。三十させもうええ。ねあの人間生きてるとね刺激欲しいなるんよ。そうですね。 えー、ピカイチラジオでは、来週以降も刺激を求めますよ。どんどん強い刺激ね。<laughs> また来週。はい、お疲れ様でした。たたありがとうございました。もう本当もう帝国で。でね、終わるなんていうのは。11時なですよ。時以来でしょうね。本当に。ね これからだからオフシーズンに入っていきますので、はい、日本シリーズも終わればもう毎週こうなります、ねね、あそうか今日本シリーズは、ね、夜やったりもしますもんね、まあはい、ありますねそうかそうかまあでもいいもんですよ11時半に終わるっていうのはね <laughs> 11時半に終わったらもうさあどこ行ったのかぐらいの感覚ですもんまあでも1日働き済みやったからもうもう帰りますよ今日は帰りますかはい、はい、まあでも今日も刺激的なねえ<ー>でしたね,ね<ー>いや どうします？どうします？このこの手の話じゃないと思うんですけど。やいや何年もかけて説得っていうのもあるんだね。そっちに次々進んでいくのか。それとももうそれはもう人様の話としてなんか耳戸尻になっていくのか。 わかりませんけどねもうちょっとでも聞きたいですよね聞きたいですねちょっと掘り下げたいですねだかほんまにこういうパーティーあるあるみたいなねそうやなうんやりたいなもうそういうことがあんねやみたいなあるあるですよそれはみたいないいでしょもっと一般的になってほしいですねねメジャーになっていやほんまもう引き返されへんだって、どないしますいする 刺激求めすぎて、まだ楽しみありそうですね人生ね。ええ、先週もこの放送が終わって、今晩二三日考えてたんで、もう多分今日家帰って焼酎おそらく飲むと思うんですけど、三時四時ぐらいまで考える。やっぱこんなやっぱ刺激的ですね。ただやっぱ。 そういうとこに行くとだからやっぱちょっとあかんのなって思ったり結局我々はそこでブレーキをかけなあかんっていうのが急ブレーキかけてるでしょ急ブレーキですわこれよくないんですよねもっと自然体にいけたらいいなとだから芸能人保険ってあるじゃないですかあんな感じで芸能人サークルみたいなのができたらいいんちゃいますか 口かい人だけどね、はい、それやっ、はい、<laughs> っていうか身元が硬い上に固い口まで硬い<今>よろしくお願いいたしますごめんね <laughs> ゆっちね